闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前。はい、始まりました週刊マインクラフトの時間でございます。おい、今回もみんなで工業をしていきましょう。私が FB37 です。そして工業化に進んでる男、キックマックスです。ハルマットです。エレです。さて、前回ですね、我々多少の工業化を進めまして、まずはこの、金属を作る加工をする機械、そして何より電力を生み出す風力発電を開発いたしました。まあとりあえず電線が欲しいかな。電線は何で作るんだっけ。電線はね、どうでしたっけ。皆さんも全然ウィキ見ていいんですからね。俺ばっか聞くなこの野郎、デロンギが。よし、冒険に行ってくる。わあ、我関せず。やっぱりデジタルマイナーを目指したいですね。これは普通にあの採掘ロボット、そんなに大変ではないと思われる。まずはこれからみたいなところもあるし。まずロビット、何これ、ロビットって。ロビットを作るに、わあ、エネルギータブレット、生成黒曜石インゴット黒曜石インゴットって大変なんちゃうの。パーソナルチェストも必要。なーにそれ、わからない単語がいっぱい出てきたな。まず黒曜石だからインゴット作るのすげえ大変なんじゃないの。確かに。ああ、あとかなり重要なのが、はい、鉱石を2倍とかにする機械が。やばい。そうそう、あのね、前の工業編にもあったと思うんだけど、そういうのがあるから。なんかあった。そうそう、それも必要だね。2倍3倍とかにもできるらしいな。4倍。今なら何倍ポイント。10倍。すげえ。10倍になっちゃった。5倍まであるわ。でも5倍のやばいわ、チャートが。5倍のチャートやべえ。2倍だけでも。そうだな、2倍だな、とりあえず。うん、まずは黒曜石インゴットの作り方だな。これだ。お腹が減ったよ。わあ、おお、スイカいっぱいで。オスミウム圧縮機っていうのが必要っぽい。また新しい。オスミウムインゴット副材料に粉末からグローストーン、精錬された黒曜石のインゴットを作成することが可能。多分これだ。グローストーンね。じゃあネザー一回いかんといかないね。そうだな。オスミウム圧縮機に必要なものは、発展制御回路と鋼鉄ケーシングが必要ですね。鋼鉄ケーシングの作り方は、鋼鉄インゴットとオスミウムインゴットと色付きガラスか。あ、ガラスでいいわ。オッケー。ネザーゲート開けまーす。やべえ、あいつ地獄の扉を開けるつもりだ。あ、キャビー。お前、ネザーは大幅に変わったんだぞ、お前。ネザー、まあ、もうネザー開いてるぞ。マジで？そうだぞ。エビさん知らなかったな。いや、俺知ってるよ。マジで？あ、違うよ。ネザーゲートの開け方じゃなくて、ネザーの中は大幅に変わったんですよ、今回アップ。ああ、そうじゃなくて、もうネザー開いてるよって今。あ、それ知らなかった俺。マジか、早っ。どこ？家のすぐ下。イエーイエーイエー。こっちかな。本当だ、開いてる。3、4かな。あった。わあ、やっぱぶねえ。死ぬとこした。どうだ、よよ、新しいネザーは。ちょっと幻想的になったでしょ、ネザー。あ、なんか前と地形ちょっと変わるのかな。ああ、あのだからバイオームの概念ができたんでしょ、言ってしまえば。ああ、なるほどね。うん、感動薄いや、実際今開けたところだとそんなに変わってるかどうかわかんない。なんか青いところとか多分あるよ。マジで。うん、うるせえこいつら。腹立つ。切れてる切れてる。俺はスイカを収穫してただけだろうがよ。いブクブク言うし、ゾンビは登ってくるしよ。あー、クソ家かよ。こっちか。あ、全然変わったね、ネザー。あ、ほら、あ、やっと感動してくれた。助かる。違うわ、その反応。いいよ、そういう反応してこ。
俺の知ってるネーザーじゃないもん、これ。砂が欲しいんだけど、ここに砂があるんだけど、ここの砂を取ると、砂はやめろ、家が崩壊するので。やめとけ。あ、砂ちょっと余ってるよ。入れとくわ。はい、まずは、ガラスと鋼鉄とお墨油で鋼鉄ケーシングができました。で、はい、吸い込み合金、発展性魚介炉。そして、鋼鉄ケーシングと両隣にバケツかな。できました、お墨増し釘です。後で何でしょう、これで動くだろ。 OK、 電力イン。お墨増し釘できました。ただお墨増し釘は黒曜石を圧縮したらできるのかな。そこら辺はまだわからない。あ、やっぱ黒曜石の粉末が必要だ。まず粉末ね。ああ、どうやって作るんだ黒曜石の粉末。ダイヤモンドの粉が必要だ。ダイヤモンドの粉は粉砕機で粉砕しなきゃいけない。はい、次粉砕機です。ダイヤモンド、とりあえずグローストーンをゲットしたから一回帰ろ。ちょっと入れときます、グローストーン。サンキュー。2台目追加した。今足りないものって、その、今足りないものはオスミウムが足りないね。オスミウムはやっぱ欲しい。あと石炭だね。石炭は、あ、レッドストーン、マジキューボ、キューボ、キューボ。レッドストーンもそこそこ持ってきた気がしたから。オス、ね、オスミウムとレッドストーン、キューボです。あれ、ないわ、ないない。あー、もうエオエのとこからぶんどってった。あららららららら。あらららららららあらら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 、かわいそうだエオエオだ。今楽にしてやろう。自分の手柄を取られてかわいそうだエオエオ。取ってくれゃいいんだろう、取ってくれよ。ちょっと違うとこ行こうかな。俺も行こうかな。お願いします。ちょっと頑張ってください。エオエどこ行った？地下。どんなことが起こるかな。そんな鎧も着てねえやつ。粉砕機できた。あ、粉砕機できた。ナイス。いつの間にか作ってよかった。鎧も着てない、着てない。かわいそうな子供だ。ちょっとそろそろあれだな。機械の位置をどうにかしたくなってきたな。そうなんだね。狭いんだよね、ここね。そう、限界が来るよな。どこにする？なんか機械的なところに移したいが。一応上は広くしたけど。家を改築しよう。あ、いいね。あ、家を改築しよう。この際なんかすげえ。すげえ、なんか広くなった。この家を改築しよう。開放感がすげえ。こっちの山を、山の方にしよう。オッケー。あ、いい燃料が。キックンのアイデンティティがどんどん破壊されてる。あ、もういいよ。あ、諦めた、かわいそう。諦めた。で、なんで最初俺に家を作らせた。最大の謎が今解き明かされる。解き明かされる。軍隊式なんじゃない。穴掘ってまた埋めろみたいな。なるほど、ね、とりあえず、俺を鍛えたかったと。そういうこと。ケーブルが必要なので作るわ。とりあえず2階は作っとくから。もう屋根がないなんて言わせない。1階に屋根はできるけど2階に屋根はできないの。2階に屋根はできない。あの、めんどくさい。あとまた破壊される可能性を考えると。石炭持ってきた。早っ。スピードスターだ。ワンスター。オスミウム頼むぞ。オスミウム。マジでオスミウム、うん、オスミウムこの近くもうないんじゃない。超高級こ、あれ作れねえ。なの、鋼鉄のツルハシは一体どうやって作るんだ。はあ、なるほどね。鉄インゴットが必要なんだ、持ち手に。鉄インゴットできた。あんじゃない。いや、全然あるけど。高級。
おー、いいね。早い早い早い。しかもめっちゃ耐久度も高い。この HP ってのは耐久度だな、結局。あー、なるほど。どうやらそのようで。あれ？繋がんねえ。なんで？ん？間違えたかな？基本加圧チューブ間違えた何これ、加圧しちゃった、ユニバーサルケーブル。何言ってんだ間違えた。全然何言ってるか分かんないんですけど。うるせえ、間違えるんじゃ。電源電池あると。あ、レッドストーンね。あ、レッドストーンだったね。間違えた。やってくれるね。これアップグレードとかもできんだよな。アップグレードキットみたいの作ればいいんだろうな。解凍キット。でもまずはデジタルマイナーだろ。とにかく効率化していきたいですね。そうですな。はい、でダイヤモンドの粉ができましたので、オスミウム圧縮機でダイヤモンドの粉、あれ、ダイヤモンドの粉、はい、動かなくちゃ。あれ、オスミウムでできるんじゃない。あれ、いや違う、これ黒曜石、あ、そうだ、違う、え、え混乱中、あ、違う、夜勤で、あれ、夜勤でやるんじゃない。夜勤明けに。夜勤で粉にすんだっけ。あー、なんだと。どうした FB 隊員。黒曜石インゴットにするにはもう一つ過程がありました。濃縮室というところで黒曜石をまず黒曜石の粉にします。で、黒曜石の粉にしましたら、それを、夜勤で、精錬黒曜石の粉にして、それをどうにかすることで黒曜石インゴットになりますね。じゃあ次は濃縮室だ。濃縮室、これだ。あ、濃縮室は全然速攻で作れる。こうだ。濃縮室できた。いて落ちた。で、濃縮室で。やだー。オッケー、これで黒曜石を。うるせえな、シャーシャー。どっか行け、この野郎。シャアが来る。とりあえず肉も欲しいわ。いや、肉は無理だよ。だってお前が連れてこい。卵大量に持ってこい。連れてくるわ。じゃあ、っていうか皮が欲しいんだよ、肉っていう。もう全然動物いないよ、ここら辺。なジャングルはまあ、うん、しかも連れてきづらいし。そうなんだ、ね、ジャングルなのにね。卵があればいつものあれ作るからあれできたら最強だからな。探してきますよ。ダイヤモンドの粉を使ってやっと黒曜石インゴットが作れる。やっと精錬黒曜石の粉ができた。ほら。で、精錬黒曜石の粉をどうすると黒曜石インゴットになるんだ。オスミウム圧縮機で圧縮。オスミウムを使わざるを得ない。左側か。やっと精錬黒曜石インゴットができる。一個に作るか。うわぁ、なんだ、爆発した。うわぁ、くそ。来ました、精錬黒曜石インゴットです。ウェーイ。この世界の中で最も硬いインゴットといっても多分過言ではないでしょう。最強のインゴット、カッチカチ。ただオスミウム、ダイヤ、黒曜石が必要になる貴重なインゴットです。ぶっちゃけ今は使えません。あ、入った入った。さあ、これで、ロビットを作ります。くそ、ロビットロビットめちゃくちゃ切れてるついにロビットができるのね。いや、ロビットもまだ、これを作った後にまず次はパーソナルチェストが必要だな。これで2倍よ。え、マジで？もう2倍できる？え、もう？粉ができてるから。なるほどな。ああ。俺の、いつもインゴットにしてるところ、あれまだインゴットにされてないかもしれないから、ちょっと見てほしいんだけど。
俺がインゴットにしてるとこまだインゴットにしてないから分かんない。かまど、かまど、かまどあるじゃん。何言ってんだてめえ。もう今どんどんインゴットにしてるからそれもったいないでしょって話。こんなもったいないことしやがった。なるほどね、分かった。言いたいことは分かった。なるほどね。まず濃縮質で粉にすれば2つの鉱石になるわけだな。でこれがもっと複雑なやつになるとインゴットから3つの粉とかになるわけだ。そうそうそう、はいはいはい。おどうなる、おどうなる。とりあえず2倍の世界には来れた。オッケー。はい、パーソナルチェストできました。まあ多分これは個人的なチェストかな、知らんけど。パーソナルシフトプラス、まあ、その名の言う通り N54 スロットを有し至る所で開けられるあなただけのチェストです。え、これ手持ちで開けるってこと？いい、ね、あ、無理だわ。あ、ダメなんだ。うん、ダメだ。あー、開けれたわ。あー、いいんだ。あ、パーソナルチェスト便利やん。欲しい。これはあれじゃん、普通に。だからあれじゃん、あれだな、あれだわ。うん、あれか、あれだ、やっぱあれか。あれ、エンダー世界のあれが落とすやつで作れるあれだね。エンダーシェルター。あ、そうそうそう。シェルカー。いや、シェルカーボックスだ。マジロボット作るのめっちゃ大変だな、チキショー。原子合金が、強化合金がまず必要。強化合金がダイヤか。みんなあのね、夜勤がもう一個欲しいわ。よし、始まった。これで強化合金ができるから。なんで？どうして？今のはブローリーなのか、ただおかしい人なの。精錬黒曜石の粉で原子合金にできるらしいですな。精錬黒曜石の粉ってどうやって作るんだっけ？狂い始めた。博士が狂っているぞ。とりあえず並べます。オーケー、素晴らしい。これで夜勤仕事になった。マジで。ああ。超ブラックになるってこと？超ブラックになった。こんなんどんどん工程作っとけ。よし、できる。やっとこれでロビットの材料がまた一つ揃った。原子合金です。まだ必要。デジタルマイナー。どうした？できた、できた。何回おかしくなって。アクセできましたか？デジタルマイナーにこの電子合金があと2つも必要だよ。足りねえんすか？ダイヤ足りねえんだわ。ダイヤは見つかりません。ダイヤね、あと多分おおよそ10個以上は必要。15個は必要。3回ぐらい見つけないと。3箇所ぐらい。デジタルマイナーは伊達じゃねえ。あ、ダイヤだ。あ、よくやったキック。神現る。すげえいいタイミングで現れた。願えば叶うんだな。叶うってことだ。メタル石じゃもうなんかあっち。まあなんかもうちょっと増やせばいいよ、チェストを。よし、6個手に入れたぞ。ナイス。それは普通にナイス。原子合金、エネルギータブレット、パーソナルチェスト、精錬黒曜石インゴット、鋼鉄インゴットで来たー。ロビットだ。ロビットってなんやねん。これ何する機械なの？いっぱい入れますよ。ロビットって何？ウサギみたいなやつ。それラビット。真っ赤な。あっぶねー。危な。わかんな。よかったよかった。やっぱここあれだ、完全密室にしちゃダメだな。いや、した方がいいよ。ああ、やばいね。どっから入ってきたんだ。マジこの血管だな、この家。いいね。言い過ぎだぞ、さすがそうだ。お前さすがにかわいそうやろ、キックンが。まあいいけど、せめて出来損ないって言えや。同じだろ。あれ、機械これ壊れないのかね、クリッパーの。いや、普通に壊れると思うよ。いや、壊れるでしょ。危ねえ。壊れるよ、逆に言うと。血管だな、ほんとに。お前なんてこと言うんだ、血管って言うな。そうだぞ。出来損ないって言え。それかクズだ。クズハウスと呼べ。
クズハウス。まだ奴らが来てない。楽しそうだね。また盛り上がっ、リアルだ。ぐぬー。ぐぬー。ああ、そう、そうだね。あ、でももうしゃあねえか。やっぱシルクタッチあると、ダイヤも2倍になるから。ああ、うん、確かに。そうね。いや、でもシルクタッチまでって。そうだな。大変だね。いや、きついっすよ、それは。だからそれがデジタルマイナーだね。あのね、すいません。デジタルマイナー、ですね。また更新しました。テレポーテーションコアというのが2つ必要なんですけど、そのテレポーテーションコアを作るのにダイヤ1個、原子合金が2つ必要になります。この原子合金は1つにつきダイヤを6、7個使用するので、原子合金プラス4になりまして、現在原子合金、必要な原子合金が、6。つまり、36個ぐらい必要です。ダイヤが。ひえひえとりあえず、冒険行ってこよう。結局アップグレードって何を使えばいいんだろう。対応、スピード、エネルギー、消音。へぇ、消音なんてあるんだね。別に音はどうでもいいよ。ちっちゃくするからこっちで。いや、これがだからもう全部、やっぱ、バーってなるとすげえうるさくなる。音するんすかね。バーってなっちゃうから。これだな。スピードアップグレード。あ、簡単に作れるじゃないの。これ作ろう、どんどん。さあ、スピードアップグレードできました。これを取り付けると、B だ。粉砕。ん？早くなったのか、これ。あ、なったのか。しかもなんか複数個つなげれるっぽいな。あ、いったいったいった。さらにスピードアップ。早くなってるか、わからん。早くなってる感じはする。うん、早いんじゃない、わからんけど。2分の8ってことは、8個まで適用できるってことか。どんどん適用しようじゃん。ジャングルもっと燃えねえかな。ちょっと。なんか怖えこと言ってるやつがいる。住みにくいな、この、この辺。怖いけど、同意。B だ !B だ！あ。どうだ？あれっすわ。何？風力発電の真上にブロック置くと、止まる。てめえ、やめろ！ほらやばい、今ほら、機械が止まっちゃったろ。屋根止まってるって言ったのお前らだろうがよ。風力発電の上に屋根はいらん。風が、あれ、何、なくなるってこと？そう。風のクリスタルが。ららら風力で上なんだね。な、そうだね。横だろ、普通。これ、これ閉じると止まった。止まった。ああ。こういうこと。そこだけ開けないんだ。風受けてんだよ、こいつ。どんな風受けてんだよ。よし、お前ら屋根は作れるぞ。やったー。嬉しそうだな、アロマ特に。嬉しい。電気が、電気が足りてねえよ、電気が。電気足りない、電気足りない。電気足りない。風力発電もう一個欲しい。やばいやばい、つながりすぎた。やっぱアップグレードしたらとんでもねえ電力使うようになっちまった。あららららら。ああ、ニワトリだ。卵持ってこい、卵。卵1個見つけたけど、ダメダメ。1個じゃ足りねえぞ、こんなん。産ませろ、産ませろ。産めばとりあえず OK だから。あ、間違って投げちゃった。何にしてんだ、てめえ。ライダー生まれなかった。生まれねえんだわ。こいつ一匹持ってくるだけでえらい時間かかりそう。よし、風力発電、二機目、これで、電力は、なんだと？まだ足りないというのか。電力使いすぎ、この電。こいつ電力使いすぎ。そんなにスピードアップしちゃってるってこと？やっぱ、さすがにやりすぎたか。いや、違うわ。おそらく、ケーブルの容量が足りてねえんだ。追いついてないんだ。発展にするべきだな。いや、しょぼみざわだね。発展があるから。始まりの一匹だ。
何かっこいいね、あいつの声が地下まで。始まりの一匹現れだ。始まりはゼロ、終わりならゼロ。その始まりの一匹を大丈夫か、なんかわーれわれわれ、ちゃんと確保してやんないとどうにも止まらないだよ。よし、お前は地下だ。ケーブルアップグレード完了。あーすごい、電力余裕になりました。早い、しかも、ね、やったね。今までと何が違うんだい博士。だからケーブル、電気の流れる容量を上げたので、あらら、そういうこと。やっぱゴールドターミナルって意味あったんだ。ミニ四駆のゴールドターミナルシャーシ。おっしゃ、風力、トリプル風力発電。これでもう電力に困らん。しばらく電力に困んねえな。だろう。あれでも 割と電力いっぱいいっぱいだな。なんで繋げたらそうなった。やっぱゴールドターミナル意味なかったんじゃない。やばい、だあぶねえ。うわぁ、ドラウンドが入り込んでたのか。あぶねえ。くしょう、あぶねえ。そそくさと直す俺たち。なぜ学習しないのか。なぜだ。ブーブー、うるせえな。まドラウンドの位置が近くなってブーブーうるさくなったじゃねえかよ。ドラウンドどこ行った。ドラウンド真下にいるよ、ね、これでどうよ。フィフス風力。一気に増えましたね。動いた。よし、ジャングルも。あっ、もうフィフス風力、マックスオブ風力です。完璧、とうとう足りました。いい、ね、ここも島だったのかもしれ。え、あ、そうなの。わかんないけど。まだわかんないけど。お前そのなんかたまにあるコミックス的な展開やめろよ。そうだ。ここはもしかして、これはもしかして島かもしれんぞ。島だった。第2期突入。ちょっと船で周り見てみっか。やっぱ次は電気かまどですな。うわ、これ島かもしれんわ。島説あるわ、これ。やっぱり。ジャングル島。ジャングル島。ジャングルだ。アイテムを送る。のってどうすりゃいいんだ。まあ別にあれでできるっちゃできるんだけど、今のうちに覚えておきたいな。アイテムを送る。ね、だからよし、かまどできた。お、かまど誕生できた。ああ、おそらくあの排出することはできると思うんだよね。基本物流トランスポーターだな多分。鋼鉄インゴットと基本制御からできる。ててあ、これでいいのか。もう横に作っちゃいいの。なるほどね。こうやって方向していけるわけね。これで、この鉱石を全部精錬しちまえば、あとはもう全自動で2倍になる。これが真の2倍からいいんだな。すげえ。いいですね。え、フリーダムガンダムですね。はーい。言ってないけど。はい。はい。はい。フリーガンダム。皆様、MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。MSS プロジェクトはニコニコ動画、そして YouTube にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。登録ボタンの方はですね、こちらとか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 、そしてですね、概要欄、動画の概要欄にもですねリンクが貼っていると思いますので、ぜひそちらの方をご覧ください。よろしくお願いします。確かにデランゲーみたいな。